帰ったイムラギととも言えない変な姿の匠がいるんだけど、なんか草が砂利に変わって、わー、なんだいきなり世界が崩壊したぞ、ラルトス助けてー。はぁ、助かった。もういきなりなんだって言うんだよ。爆発したら周りが砂利になる匠を誘発してしまったようですね。なるほど、それで地下の空洞がある分落ちたってことか。っていうかこんなアイテム爆散してるのなんでだろう。地下の鉱石がアイテム化してドロップしてるのかな。にしてはなんかいろんなアイテム落ちてる気がするんだけど。とりあえずステーキ食べて落ち着こう。む?なあ、案外今ダイヤっぽいのが見えた気がするんだよなあ。気のせいだと思うかイペルくん。気のせいじゃないと思いますね。いやこれはやばいって、チェスト内のアイテム爆散してるじゃないか。いやいやいや、なんでこんなことになってるの。この砂利だらけにした元凶の匠が、チェストもろとも砂利に変えてしまったのでしょう。あんたも匠なんだろ、そんな色で引っかかると思うか。それで、さっき爆発した匠のせいでチェストが砂利に変えられて、チェスト内のアイテムが爆散したということか。なあ、あるほど、そういうわけでアイテムが爆散したわけね。そんなのんきなこと言ってられるかー。早くしないと爆散してるアイテムがなくなっちまう。そうですよ主さん。早くアイテムをチェスト内に入れないと。今まで苦労して集めたアイテムがすべて水の泡ですよ。オッケー、とりあえずダイヤの安全はとりあえず確保された。いやでもこんなのざらしなところにチェスト置いてたらまた爆発するんじゃないか。おいダイヤのクワインベントリを圧迫するんじゃない。ここでも影響を与えるクワ匠の所用。地上じゃなくて地下に拠点を作っておけば大丈夫だって私言ってたよな。言ってましたね。さすがに地上の爆発は届かないだろうみたいなこと。完全にフラグだったな。回収ご苦労様です。ブロックが砂利に変わるだけでこんなにも大惨事になるのな。砂利は時と場合によっては凶器となることを念頭に置いておいた方が良さそうですね。こんなダイヤのクワ何本も持ってるから影響が出てくるんだよ。マグマに捨ててしまえば綺麗さっぱり呪いは解ける。マグマにクワ匠の呪いを消し去ってもらいましょう。これでまた別の匠の呪いがつかなければいいですけど。よし、ある程度は避難できたな。明らかにアイテムの数が減ってる気がするけどな。圧迫していたダイヤのクワ分じゃないですかね。確かにそれもあるか。せっかく作った地下室も砂利に埋められたなこれ。ってぼんぐり畑も砂利の中?砂利に埋もったか、砂利に変えられたかですね。もうさすがにこんだけ砂利の山になったらぼんぐり救出は難しいよ。ああ、しばらくポケモンゲットできないじゃん。匠と戦いまくれってことですね。そういえば回復装置見当たらないよな。確かに、砂利に埋もれたんですかね。あいや、違いますよ主さん。多分砂利に変えられたんだと思います。もう回復装置も変えられたの?確かにこの辺りにあったんだよな。でも爆破して砂利に変わった瞬間にテレポートできたけどな。回復装置が消えても、回復した場所の座標は記録されているので、それでテレポート派できるようになってるんじゃないですか?それに、テレポート先が砂利で埋まってたってことは、回復装置も犠牲となったってわけか。なんでこんなひどい目に遭うわけ?それが鬼畜世界なのですよ。まあいろいろあったけどポケモンたちが私の味方なのは変わりないね。ポケモンがいることでなんとかギリギリ精神的に持ちこたえております。ポケモンが精神崩壊のトリガーを抑えている感じですかね。色違いのサーナイトにも進化したし、癒し効果抜群だわ。今回地下の拠点が潰されたのは完全に私が匠の力を舐めていたからだ。この深さなら大丈夫だろうと鷹をくくっていたところを見事に襲撃されたということですね。だからもうこれでもかというぐらい深いところに拠点を構えよう。もう天変地異を起こすような匠じゃないとここまで破壊できないような深さにね。でもこの世界には天変地異を起こしそうな匠がいると思うんですけど。なんかダメージ食らってるんだけど、すごく気になるので誰なのか見てみたい。匠だったらどうするんですか。プリーン。やばいですよ、プリンがマグマに溶けてしまいます。そしたら本当のプリンになっちゃうな、早く救出しないと。カラメルソース系ポケモンになるってことですね。うん、私から吹っかけたけどよくわかんない。お。まあマグマの余韻ダメージはあるけど、なんとか生き延びれるでしょう。っていうか普通にここ洞窟なのな。この辺制圧しておかないと影から爆破されそうですね。本当にその通りでございます。建築匠って、建築するってあんた本業とマラクのことしてるじゃん。本当に家建ておった。これは匠界ではタブーなんじゃないですか?爆破が正義の世界でこのように自ら建築してしまうというのは。それじゃあ建築匠はこの正義を翻そうと一人で戦っていたのかもしれないね。この世界を爆破のない平和な建築世界にしようと、まあ爆発してもういなくなっちゃったんだけど。ベッドやかまどの生活用品も揃ってるんですね。ベッドの色が緑っていうのも匠っぽいな。いやわざわざ一個ずつ分ける必要ありますかね。まあもらっておくけど。これで新地下拠点周りの湧き潰しはある程度終わったかな?
いやいやいや、拠点で待ち伏せするのはなしだって。やっべ、行き止まりだ。勘弁してー。やあ。まだ一人匠が生きてますよ。しかもなんか特殊っぽいやつだし、っていうか一回匠、ああ。サーナイトー。危ないところだった。ようやくサーナイトのテレポートがうまく活躍してくれましたね。いやー、確かに匠に追い詰められたタイミングでテレポートできたのは良かったけどさ、その前よ、問題は石匠っていうのが私の拠点をものの見事に破壊してくれたんだよ。これはやばい。見事にリフォームされましたね。こんなべっこべこの地形にされたら湧き潰しも大変だぞ。っていうか、なんで拠点に湧いたの？湧き潰しが甘かったんでしょうね。もう一人の匠も倒せたわ。大文字匠とか明らかにヤバそうなんだよな。もしかしたらこの範囲の爆破じゃ済まなかったかもしれませんね。それでこの地形を湧き潰しするか。新しいところに拠点を移そう。むやみやたらに広い拠点を作らない方がいいのか。これちゃんと湧き潰しができる範囲で拠点作った方が良さそうですね。早くも三つ目の場所の拠点となりますけど、こんな感じでいいんじゃないですかね。随分とまたこじんまりとした感じになっちゃいましたね。もう拠点に匠を招くのはごめんなので、地上にあったアイテムも保管完了。あとはここの範囲まで匠の爆破が来ないことを祈るばかりですね。っていうかさ、匠の爆破に耐えれるブロックがあればいいのにさ。残念ながら普通の石なども匠の爆破には耐えられませんね。しかしですよ、主さん、爆発に耐えうるブロックを生成してくれる匠がいるんですよ。ないと、そんな有能な匠がいるのか。それじゃあその匠が出るまでリザードンに乗り続けて待っていればいいんだ。あの帯電状態になってるのは明らかに違うし、明らかにヤバそうだな。デフォルトで帯電まとってる匠なんてただじゃ済まされないですよ、きっと。おっぽく状匠だってさ、牛とか羊をたくさん出してくれ。は？なに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 、今の大爆発なんなの？リザードンに乗ってなかったら確実に終わってたな。なんですか、まだ爆発続いてるんですけど。なんか飛んできたぞ。あれか、爆発の正体は誰が飛ばしてるんだ？まさかお前なのか。アルパカさんですね。いやいやいや、そんな爆弾飛ばすような動物じゃないでしょあなた。なんで魔改造されてるんですか？牧場匠はまさかの兵器を生み出す匠だったようですね。いや、のほほんとした名前だから油断してたけど、とんでもない化け物生み出すんだな、あの牧場匠。今気づいたわ。このガラスブロック、なんかアイコンついてない？そのブロックですよ。匠爆破耐性ついてるの。あ、そうか、そういうことか。ブロックに匠のアイコンがついてるのは爆破耐性がついてるブロックなんだな。いや、でもガラスって壊れそうなんだけど。いや、待ってよ、あのアルパカ見境なく目の前のモブ爆破してるぞ。やっべ、なんかすっぽいダメージ受けちゃった。いや、ダメージを受けたんじゃない、最大 HP が減っている。これも匠の仕業ですね。本当に匠って何でもできるんだな。リザードンがいなかったら完全に終わってたな。ポケモンは偉大ですか？ポケモンは偉大ですね。目の前にいるベージュの匠、この匠、オブジェ匠という名前で何かを生み出してくれそうなんだけど、生み出してくれました。爆破耐性のついてるレンガですね。ほら、やっぱり私の予想は間違ってなかった。え、壊したら爆発なんてことないよね。ああ、よかった。これでチェストを守れますね。それじゃあありがたく回収させてもらおう。それで気になるのはこの匠の頭だよな。こういう飾り付けのブロックなのかな。ウィザーみたいに特殊な匠を生み出すのに必要なアイテムだ。なるほどですね。壊しただけで爆発するのは上のやつだったようですね。まあ匠はいないし、安全にアイテム回収ってアイテムないんですけど。爆風で消し飛びましたよ。うわー、そういえばこの帯電状態になってるクリーパーの性能ってどんな感じなんだろう。お、なんかエフェクトができて、そこに近くのクリーパーが吸い込まれて大爆発と。ヤバすぎないか。あのエフェクトの中に入ったら助かる道はないってことですかね。とっさの判断でテレポートすればなんとか助かりそうだけどな。あっ、いたいたいた。あの匠だよ、私が探し求めてたのは。いろんなブロックを無造作に出現させる匠ですね。まあ必要のないブロックも混ざってるけど、これで強力なブロックとか道具を手に入れることができるぞ。あれ、なんかアンノーンのブロックも混ざってない？どうやらピクセルモンのブロックも出現したようですね。っていうか、ピクセルモンにアンノーンのブロックなんてあったのな。さあ、これで私は魔改造され、次は王将と戦うということだな。